京都の夏、俺は二十歳。宝といえばギターが一本。気が狂うのを作ってくれた。友達といえば優しい不良で諭してくれるやつもいたけど、わけのわからぬ心の焦りに歩いて歩いて夕焼けの下、その先夕焼けの向こう側から軽い足取りでお前が来て、愛されたらせめて愛し返せたら、そんな気分に初めてなった。何を狙ってもぶち落とせずに、それがまたそれで楽しかった。疲れた酒は飲み干してきた。だから育った幼なじみ、その気楽さは罪だと言われ、夜の河原に頭打ちつけ、俺は罪人かと叫んでいた。夜の向こう側から軽い足取りでお前が来て、愛されたばせめて愛し返せたら、そんな気分に初めてなった。あの日と同じ河原に立てば、そう窓の前に頭まで砕ける。京都の夏、俺の二十歳。紫ブルースと前に会った頃、愛された分せめて愛し返せたら、
な気分に初めてなった紫ブルースとお前に会った頃愛されたくせめて愛し返せたらそんな気分に初めてなった49周年おめでとうございます。イエーイ。